こんにちは、私のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは毎日、神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日は、海に住む魅力的な生き物、イカについてお話ししましょう。イカはイカやタコと同じ仲間で、皮膚の色や質感を変えるユニークな能力で知られています。彼らはこの能力を使って他のイカとコミュニケーションをとったり、捕食者からカモフラージュしたり、獲物に催眠術をかけたりする。すごいと思わないか、神はこの地球上に驚くほど多様な生き物を創造された。イカはサンゴ礁から砂地の海底まで、海の様々な場所に生息している。イカには8本の腕と2本の触手があり、それを使って獲物を捕らえる。小魚やカニ、他のイカも食べる。イカは環境に溶け込むために色や質感を変えることができる。彼らは私たちに適応することの大切さ、必要な時に溶け込むことの大切さを教えてくれる。私はあらゆる可能な手段によってある人々を救うことができるように、あらゆる人々にとってあらゆるものとなりました。第1コリント9章22節。イカはコミュニケーションと表現のためにその皮膚模様を使う。イカは私たちに自分の創造性とユニークな才能を使って効果的にコミュニケーションを図り、信仰を分かち合うことを思い出させてくれる。あなた方の会話はいつも恵みに満ち、塩で味付けされたものとし、すべての人にどう答えるべきかを知るようにしなさい。コロサイ人への手紙4章6節。イカは忍耐強く獲物を追いかけ、巧妙な戦略で狩りをする。彼らは私たちの人生に対する神の計画を追求する上での忍耐と戦略的思考の価値について教えてくれる。聖書はこう言っている。しかし忍耐がその完全な働きをすることによって、あなた方は何一つ欠けるところのない完全なものとなるのです。ヤコブ1章4節。イカの体内にはイカの骨と呼ばれる特別な骨があることをご存知だろうか。この骨で浮力を調整し、水中を上下に泳ぐことができる。神はイカが海で生き残り成長できるように、イカの体のあらゆる部分をデザインしたのだ。まさに神の知恵と創造性の証である。イカは潜在的な仲間と脅威を見極めなければならない。イカは私たちに選択と決断をする際に神の知恵を求め、識別することの重要性を思い出させてくれる。ヤコブ1章5節にこうある。あなた方のうちに知恵のないものがあれば、欠点を見つけることなく、すべての人に惜しみなく与えてくださる神に願い求めなさい。知恵といえば、神の創造について聖書が語っていることを見てみよう。オモが天を作られた時、私はそこにいた。主が深淵の面に円を描かれた時、上空を固くされた時、深淵の泉を作られた時、海にはその限界を定められ、水がその命令に背かないようにされた時、オモが地の礎を示された時、私は主の傍らにいた。神がイカを含む海のすべての生き物を創造されたことを知ると、驚くべきことではないだろうか。神は海の境界を定め、すべての生き物が固有の目的を果たすように設計されたのだ。ですから、今度イカやその他の生き物を海で見かけたら、神の素晴らしい創造に感謝し、神の知恵と創造性に感謝しましょう。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたら幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについてのコンテンツをもっとご覧になりたい方は、いいね、購読、シェアをお忘れなく。イカからどんなことを学べるか、またどの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。